お疲れ様です。山本 GPT ね、なかなか面白いですよ。だから AI に相談するのか人間に相談するのかっていうところなんですけども、結局人ってAI とかね、テクノロジーとかプログラミングによって回答を得たいっていうものと、人の熱量とか感情によって自分の気持ちを突き動かされたいっていうのがあるんですよね。だから山本太郎さんによって励まされたいと思う人っていると思うんですよ。あと山本太郎さんをなんかね、揚げ足を取って意地悪をしたいっていう人もいると思うんですよね。まあでも相手が AI だったら揚げ足の取りようがないんで、まあ逆に揚げ足取ってもあんまり面白くないんでね。やっぱり感情には感情でぶつかるためには感情を持っている人間がやっぱいいんじゃないかなってところですよね。チャット GPT にできないことってあれですよね。やっぱりこうなんか感情ですよね。チャット GPT の揚げ足を取って冷や汗かいたりとか口ごもったりするのを楽しみたい意地悪な人はね、人間に対して Q&A を送るんじゃないかなと思いますね。